こちらはセリーグ6年ぶりの優勝へ突き進む首位ヤクルトと逆転優勝へ負けられない巨人。試合は巨人が最初にチャンスをつかみます。得点圏にランナーを置いて5番丸。しかしあと1本が出ず先制できません。そんな巨人を尻目に4連勝中のヤクルトは打線が好調。5回、選手会長中村のタイムリーで先制点を奪えば、さらに8回にもチャンスを作り村上。若き主砲がリーグトップに2打点差と迫るタイムリー。チームも5連勝でクライマックスシリーズ進出を決めています。